今日はですね、ケアアウビーチパークにやってきました。ここで遊びたいと思います。足場とかの関係上釣りができないかもしれない。虫取り網も持ってきてるのでガサガサをするかもしれないし、タイドプールが見つかったらタイドプールで釣りをするかもしれないし、もう全然わからない状況ですが、午前中ここで遊びたいと思います。ちゃんと歩けるように靴を履いてきました。こんな格好ですね。はい、来ました。こういうところなんですね。結構波が入ってくるので、ちょっと波があってね、波打ち際はちょっと近づくの嫌だったらタイドプールで楽しめます。もうちょっと歩いてみます。こっちもありますからね。ほら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 、タイドプールいっぱいある。ここにこれだけあるからね。この辺りは波が全然かからないところかな。まあ来たとしても危険ではないと思います。ああ、こういうところも、あ、いる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 。ああ、波が来る。ああ、ここ、あ、魚いるいるいる。ほら、こんなとこです。今結構ここ歩いてるだけで楽しいですね。あー、結構波入ってくるんだね。向こうもずっとあるんだけど、あまり奥を攻めない方がいいかな。この岩場行ったら同じところを帰ってこないといけないので、あんまり奥を攻めないようにして、一旦車に戻って延べ竿を持ってこよう。なんとなく今日何をするか決まってきましたね。タイドプール、なんて言うんだっけ、潮だまり釣りほぼ確定。今これからね、太陽が出てくるところです。間もなく太陽で暑くなると思います。再出発です。軽装になりました。用意できましたので早速行ってみたいと思います。餌はイカを使います。パン粉も持ってきてるんだけど、イカ傷んじゃいますのでね、イカを使っていきたいと思います。いってきやす。警戒してます、警戒してます。全然寄ってこない。おお、波が来た、波が来た。入れたらすぐ寄ってくると思ったけど寄ってこないぞ。ちょっと作戦変更しました。まず針を、僕が持ってきた針の中で一番ちっちゃいやつにしました。潮だまり釣りなのでちっちゃい魚しかいないですのでね。そしてパン粉を少し練りました。パン粉ちょっとばらけますので、収玉効果これの方がいいかなと思ってやってみます。食いつく。よっ、あ、いた。パン粉つけたら一発です、一発です。入れ食い、パン粉のがいいよ。嘘。ビース。餌
イカよりパン粉のが食いつきいいですね。これからですね、行きます。持って帰れるような魚は釣れないと思いますので、全部リリースするつもりです。よっ、わあ、やった。ただこの子ばっかりです。でもいいよ。わあ、当たってる。ああ、めっちゃ当たってる。嬉しい。ただたくさんの種類はいないです。今に釣った2匹のと同じやつ、スズメダイっていうんだけど、海の中で追いかけっこしてますね。でかいやつがちっちゃいのを追いかけてます。よっ、えーさ、この子ばっかりなんだけど面白いですね。3匹釣りました。とりあえず逃がします。はい、そっちの方も行ってみようかな。ダメか、やっぱり魚がいるところに投げないと。うわー、入れ食い、入れ食い、入れ食いです。ありがとうさん。同じ魚ばっかりなので、あの水槽は省略します。違う種類が釣れたら使いたいです。よっ、よし、ありがとうさん。ちょっと歩いて違う潮だまりもチェックしてみますね。荷物はそこに置いて、竿だけ持って歩き回りますので、水槽撮影はなくなります。魚影が見えてても、寄ってくる潮だまりと寄ってこない潮だまりがありますね。多分同じ種類の魚だと思いますけど。わあ、来た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 、違う種類、あー違う種類ゲット。綺麗、アホレホレという魚です。ちっちゃい、かわいい、綺麗だよねこの子。目力がすごいです。ありがとう。イカもつけてみます。もしかしたらですよ、その状況にもよると思いますけど、イカよりパン粉の方が集魚力あるかもしれない。水が透き通ってるから餌も見えるんですね。そして僕は魚影を追ってるんですけど、パン粉の方が集まってきますよね。すごいな。おっしゃー、えーす、ありがとう。塩だまりによってすぐ寄ってくるところと警戒心が強いところとあります。イカよりパン粉のが食ってくる、これは間違いないね。今日の場合は間違いないです。パン粉最強。すごい、よいっす、
すげえ、この子ばっかりなんだよね。俺は楽しいんだけど見てる人つまんないかもしれない。これここも寄ってきません。ここはどうだい。小魚はたくさん見えるけど反応なし。こんなに違うんだよね。結構歩いてきたので U ターンします。この道また戻らないといけないからね。水分補給です。太陽出てきたからね、暑くなってきた。ちょっとの時間ガサガサやってみます。綺麗な貝をゲットしましたけど中身が入っていましたので返します。ガサガサ難しいわ、何にも取れない。綺麗な貝発見。うわー、ここはすごい入れ食い。面白い、面白いっす。もう本当に、はあ、あ、やった。3種類目、イソゴンベイ釣れた。イソゴンベイ、イカに食ってきましたね。この子は、この子はイカの方が好きなのかもしれません。なんかそんな気がします。あ、よかった、嬉しい。おお、やっぱり、イソゴンベはイカが好きかな。ふいっす。3種類の魚を釣ることができました。スズメダイ、スズメダイいっぱい釣れる。一番釣れました。スズメダイ、アホレホレが1匹釣れて、イソゴンベが2匹釣れたかな。スズメダイの大好物はパン粉だと思います。パン粉が一番食ってきた。イカにも食ってきたけどパン粉は一番好きですね。イカは見切られる時が結構ありました。もうイカを見て寄ってきてるのに直前になったらヒュッてこう行っちゃう。パン粉の時は餌が海水に入った途端にうわーって集まってきました。お腹空いたので家に帰りたいと思います。それじゃあね、みんなバイバイ。楽しかった、塩だまり最高。お持ち帰りなしだけどね。
今回奥様がですね、日本に里帰りしてまして帰ってきたんですけど、僕にお土産を買ってきてくれました。お見せします。じゃーん、100均で剣をたくさん買ってきてくれました。今あのビデオ通話っていうのがあるじゃないですか。それを使いましたね。彼女が日本にいてビデオ通話、ダイソーに入ってからビデオ通話をして、で僕が、あ、それ一個ずつ買ってとか、そんな感じで手に入れました。せっかくなので紹介しようかなと思って大人買いをしました。小物ケースみたいなやつですね。こういうのもあるし、こんなポケットサイズのやつも、釣り用イカシバケツ、タックルギアケース中ぐらいもあるし、ちょっと大きいやつもあるし、まずこれで仕切るやつですね。使いやすそう。スマートフォンのケースも買ってきてくれました。僕最近釣りよく行きますので、ちょっとこちらに並べてみました。こちらはね、ルアーがいっぱい並んでます。これだけあったら丸々1年遊べそうです。少しずつ使って楽しみたいと思います。じゃあね、バイバイ。